世界にただ一つ、特別な中空間をあなたに。テンピオはコンクリート建築ならではの存在感のあるデザインと、災害に強い鉄筋コンクリート住宅で安心感のある暮らしを提供。コンクリート建築の保温性を最大化した仕様で温度を快適にコントロールします。あなただけの至高の中空間を演出、テンピオ。皆さんこんにちは、 RC デザインスタジオの沢です。今回はその目黒でやってる、建物を紹介したいんですが、まあ、テンピオっていうブランドで当社はしてて、今この目黒通りにまあ、ビルちょっとした建物を建てる予定ですね。予定というか今建ててるんですけど、今検査に来てるんですけど、まあ、1階部分がこういう感じで、まあ、ここが貸し店舗になる予定なんですが、まあ、こういう風にコンクリートの打ちっぱなしっていうのを見せた建物になってますね。まあ、2階3階ちょっと見ていきたいんですけど、まあ、割と狭い土地で、まあ、階段とかも、まあ、極力、面積を小さくしてやるような建築になってますね。まあ、ここの建物の見どころというか、そういうやつで、その窓を、ね、なんとそのこういう形でしてるっていうのがあって、これガラスブロックの窓にしてするんですけど、まあすごいっすよね。これが本当実現するのかっていう、まあ、そういうふうな話はあるんですけど、あ、まあガラスブロック屋さんもできるっていう話で、まあ、今回はこういうふうな形の窓に挑戦します。まあ、外から見たらどうなるかっていうのをまた足場外れたら見せるんですけど、あ、まあちょっとやっぱいろいろ調べて、こういうふうな実例っていうのがその日本に多分一件もないんじゃないかなと思うんですけど、あ、まあそういうふうなものに一応挑戦するっていう、まあそういうふうなことになってるんですよね。まあ挑戦というか、まあできると分かってやってるわけなんですけど、まあそういうふうな物件になってます。テンピオ。まあ、今回はすごい窓を作るんで、まあ、それを紹介したいわけなんですけど、今コンクリート、まあ、これ壁式 RC 像という当社のテンピオっていうブランドは壁式コンクリートの壁式 RC 像でやってるわけなんですけど、コンクリートでできてるんで、まあ、自由な形に切り抜けるって話があるんですよね。まあ、こういうふうな形も、まあ、こういうふうに型枠を当てて自由に切り抜けるって話があって、まあ、そういう、まあ、なかなかこういうのを木造は無理だし鉄骨造でもすごい大変なんですよね。まあ、できないと言っていいと思うんですけど、まあ、それがコンクリートの壁だと実現できてしまうっていう、そういうふうな形なんですよね。まあ、窓をこういうふうに切り抜くのと同じように、まあ、型枠を当ててこういうふうに切り抜けばいいといえばいいんで、まあ、すごい大変だと思うんですけど、まあ、現場ではそういうふうなのを工夫してやってってるわけなんですよね。まあ、向こうはちょっと出っ張ってるんで、まあ、こういうふうに切り抜きながら少し出っ張らせてるっていう、まあ、そういうふうな窓で、まあ、これちょっと実例をその調べたんですけど、まあ、日本中で多分一軒もないんじゃないかなと思ってて、上を少しギザギザにするのはあるんですけど、下までギザギザにしてこういう風な形を作ってる例っていうのはおそらくないんで、まあ、日本で初めての、こういう風な窓を作るっていう、そういうのに挑戦してますね。まあまあ、お客様のその思い描いてた窓の形っていうものがあって、まあ、そういう風なものに近いように、まあ、いかにそのデザイン的に成立させて、まあ、実際作れるかっていう、そういうふうなところをいろいろ吟味して、この やり方にたどり着きました。このギザギザしているところを全部ガラスブロックでこう一段ずつこの覆っていって、まあ、こういう形の窓にするっていう、まあ、そういうのをやってるんですよね。まあ、こういうふうな形式でその窓を作るっていうのは、これはコンクリート像以外にはもう全然無理なんで、まあコンクリートの可能性っていうものを提示できたってことにはなりますね。まあ、ぜひこういうふうな変わった窓をされたければ、ご相談いただければ一回ノウハウっていうのができたんで、またその提供しやすいと思いますんで、ぜひ相談してみてください。天票。まあ、屋根部分がこういうふうになってるわけなんですけど、まあここが今4階部分ですね。今これ4階建てなんですけれども、まあ、4階部分を今施工してる途中なんですけど、まあ、3階がこういうふうに屋根がこういうふうに車線制限ですね、臨時車線っていうのがこういうふうになってきて、で4階になってるっていう、まあ、そういうふうな状態になってますね。いやいやいや、
まあ、こういうあの非常に複雑なその構造で、まあ、こういうふうなのを計算するっていうのもまあまあ難しいわけなんですけど、まあ、あの多少のノウハウみたいのがあって、まあ、そういうふうなのを組み合わせて、まあ、作っていってますね。なかなか難しいと思うんですけど、まあ、あのなんとかできたなっていう、そういうふうな感じですね。